はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットはですね、今回はジャパンカップ2回戦エルドラード欧州、N1 4位との対戦ですね。これはですね、勝つためにはベストメンバーに臨まなければなりません。スターティングメンバー見てるとミオがちょっと疲れてますね。あと7個が動けてない。ヒロタですよね。ヒロタを7個とチェンジして、ミオを誰と変えるか。マドカもなかなかいいんですけどね。ミオは結構痛いな。サツキ、カルベ、羽生田、羽生田にしますか、ミオの代わりに。エスミとサツキやったらどっちがいいか。まあ、おっと、エスミですよね。そして、彩香がこうなってるから、彩香が安定してるんで、ミホと彩香を入れ替えますね。彩香を中心に来て、千歳、鬼丸、藤原だったらこのメンツ。サエはちょっと疲れてるからこれで。ヒロタとナツキだって、ヒロタじゃない、ジョーコーとな、とりあえずジョーコーを入れてナツキをサブ。こういうメンツになりますね。羽生田とマドカだったらどっちがいいやん。マドカを上に上げるか。まあ、これで行ってみましょうか。うわー、3人いるんだ。ちょっと作戦は立てない方がいいですね。おっと、しかし練習試合ですね。まず最初に。リバース行ってみましょう。ちょっとスタメンを変えましょうというわけで、がスタメンなんですが、サツキにチェンジしてカルベ、深澤カリハルベ、カルベ入れて、ミホを浦川の代わりに入れて、ヒロタをくるみの代わりに入れて、サエは疲れてるからこのままにして、鬼丸を福山の代わりに入れましょう。これで攻撃的にして、ですね、無敵をマークして試合開始です。一応ハーフなんで、終わったらこのまま試合開始といきたいところです。ノーホイッス。おっと、超えられたぞ。おっと、パンチングで防いだ。早い。ノーホイッスル。おっと、強引だ。強引に。なんとか逃れました。早い！参りましたね。いや、強いです、リマッセ。頑張ってはいるんですけど、
おっと、取られた。ミッチェルすごい早い。おっと、うまくジョークをパスは取った。ジョークにバックパス。そしておっと、これはオフサイドですね。ちょっと選手交代しましょう。広岡とジョークをチェンジです。菊池が、おっと、これはナイス。渡した方がいい。これはちょっと、ファルですね。おっと、こんなところでイエローカードが。あげまして、さーっとダメだ。羽生だ。おっと、結構強烈でした。サツキから菊池、うーん。さあ、ここは、おっと、ミッチェル、早い。ミッチェル、早いよ。これ、自分で決めちゃおうっていう、もう、考えですよね。超えた。サツキがちょっともう疲れてますね。深沢にチェンジしましょう。さて、あとミッチェル焦られたとが、ここはもうなんとか逃れました。彦坂が一気に持ち込んで、おっと、ない、ここで試合終了ですね。1点で済んだと言うべきか。12分に早くも先制決められてしまいます。すごい足なんですけど、ミッチェルこれ絶対のピンチだったんですよ。クロスバーでしたよね。ピンチが続きます。彦坂がこの突破力、外したのも信じられないところです。さあ、このメンバーで、試合を行いたいと思います。こちらだと変えましょう。裏側は試合開始ですね。圧倒的ですね。こんだけ差がついたのは初めてです。
さあどこまで食いついていけるか。取りました。おっと、今ファールだったんですね。おっと、早くもなんとかここは防ぎましたが、ついていきたいところ、おっとちょっとやっぱり無理があったか、距離が長すぎますね。相手にボールを渡してはいけません。これは不安定だ。ちょっと危ない。彩香ナイス、ナイスブロックです。さあ谷口上げた、彩香だと。これは先にオフサイドが入りました。緑が、そして菊池が前へ上げるんだが、うわ、追いつきそう。くるみ追いついた。さて、センタリング上げるんだけど、くるみが来た！くるみ！先制！いいですね、これは。窓かからくるみに渡して、そのくるみがシュート。先取点です。ノンホイッスル。ちょっとこれはついていってほしかった。緑越えられた。今度は羽生田だが、そこでバックパス逃れるけど、リドフが行ってミランコがここで合わせて、いや参りましたね。これが相手にボールを渡してはいけません。おっと、あっと、早い。おっと、ここは彩香がうまく防いだが、まだピンチは続く。羽生田ノンホイッスル。ここはアウト、ファールです。くるみが上げて、と上げたが、くるみが突破していく。誰だ、まどかだ。くるみ、おっと強引に入れた。また勝ち越し。このゲームゴリ押し、前へ前へのゴリ押しが効くみたいですね。こぼれ球をシュート。さあ前半終了です。ちょっとですね、ここは戦術を変えましょう。バランスに今回はしたいと思います。さてですね、ここで疲れてきているのが、落ちる選手をちょっと変えたいと思います。といっても誰が落ちるのかってわからないですよね。だ、ミッドフィルダーも結構疲れが溜まってきています。役割関係なく全員でやるつもりで、疲れた選手から変えていきたいと思います。さあうまく緑、あーっとこれはオフサイドです。まだですね、まだ1ゲージになってない。あ、危ない。おっと、福山逃れた、ここは。
落ち着いていってほしいところ。おっと、何をやってるんだと、うまくキーパー逃れた。危なかったです。さてと、ミオがちょっと疲れましたね。ミオ、カルベ、どっちでもいいです。カルベにチェンジです。さて、待ってたところに、あー、同点。交代枠残り2人です。ここで羽生田も疲れてます、SB 変えていきましょう。さて、羽生田から深澤、ここはうまい、うまいパス回し。さあ、藤原どうするんだ。自分で持っていこうとするが、これはちょっと時間が長かった。さあ、菊池も疲れてます。菊池、彩香、藤原、悩むとこですが、藤原を変えましょう。さあ、これで交代枠使い切りましたが、龍崎、おっと、これはピンチを合わされた。交代です。休み、そして反対側にミランコ、強引に打っていくが、それはあんまり良くなかったか。さあ、前へ押していきます。マドカが取りました。イスミ、さ、もう一度マドカ。おっと、これはクルミが入ったが、ちょっとこれはもう角度的に無理があったか。残り時間がだんだんと刻々となくなっていきます。ん、ホイッスルありますが、さあ、前へ、これはオフサイド。オーバーヘッドキックでしたね。さあ、もうほとんど時間がない。おそらくかなり厳しいと思われる。さあ、ラストチャンス、くるみ、外してしまった。そして試合終了。これですね、見事だったんですけどね、ここは。で、エルダウドを、さすがです、この辺は、いつの間にか決められてしまったという感じです。これ前半終了間近、まどかがここ、こぼれ球をくるみが突っ込んできて、力押しという感じのシュートです。そして後半へ、ゲッテ、宮田、上げて、そこを宮田です。
チャンスだったんですが、やっぱ角度的には良くなかった。そして試合終了直前、これですね、もうちょっと落ち着いて決めれば、時間がないってことを勢いを捉えていたんでしょうか。残念ながら去年同様に1回戦突破、2回戦敗退で去ることになりました。ボールの支配率はこちらが結構6割近かったんですけどね。気になる課題を発見したということで課題をつけました。これでユーザーは瞑想で那覇とやりますね。はい、というわけで残念ながら2回戦で敗退してしまいました。まあ、まだ来年もありますんで、残る試合も来年に向けた戦いをしていきたいと思います。はい、ではここまでご視聴いただきありがとうございました。はい、チャンネル登録していただくと励みになります。タイトルを右側に、登録ボタンございますので、よろしければ、押していただいて、力になっていただければ嬉しいです。ブログ、ツイッターですね、説明欄にアドレス記載しております。よろしければそちらの方もアクセスしてください。最後に20秒で流れます関連動画プレイリスト、はい、こちらもお時間あれば見ていただければ嬉しく思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。